皆さんこんにちは、岡田奈々の落とし穴チャンネル。今日は久しぶりにね、実家に帰ってきたということで、こうなんだろう、その様子をね、動画に残そうと思って撮っております。そう、久しぶりにね、お休みをいただいたんですよ。嬉しい。もうずっとなんだろう、止まることなくいろいろ活動、最近ここ3ヶ月ぐらいかな、ずっとしてたので、ようやくゆっくりこうやってお家に帰ってきてまったりできるってことなんで、その様子をぜひぜひぜひ見てってください。すごい傘の量がえぐいんですけど、撮っていきましょう。吠えてる、もう多分バレてる、私が帰ってきたって。お犬が。玄関にはアルコール消毒があるので、ちゃんとやってからね、入りますね。これ見せるの初めてかな。階段にね、自分がいるんですよ。やばいよね、めっちゃ若いんだけど。何年前、あ、すごい、私ばっかり。そう、なんかね、飾ってくれてるんですよね、家族が。お犬、あ、吠えてる。居すぎ、自分が居すぎなんですよ。こうやってね、階段には自分がいて、さあ、お犬との対面です。じゃーん。あー、ただいまー、すごい久しぶり、かわいい、久しぶり。かわいすぎる。アリナタン、今ね、動画撮ってるよ、足元だけ。妹です。何、え、これあれだよ、私のチャンネルのね、動画をね、撮ってるの。え、かわいそう。そう、今足元だけね、可愛くメイクしたら顔も撮ってあげる。まだすっぴんだからね。かわいすぎる、感動の再会。久しぶりだね。いつぶり、ずっと会ってなかったよね。この白い子がミランちゃんです。ちょっと動きすぎて顔が取れない。黒い子がサランちゃんです。かわいいでちょー。でもおばさんなんだよね。喜んでくれて嬉しい。今日お休みなんだよ、なーちゃん。すごくない？なーちゃんお休みだって。一日ゆっくりできるって、すごい。めっちゃ喜んでる。可愛いでしょ、うちの子。もう13歳だね、おばちゃん。ね、12歳。みーちゃん、12歳だよね。うん、ね、12歳と13歳。おばちゃん、サランがやばい、興奮してる、めっちゃ。お水飲んだ、大丈夫？服間違えた、本当に暑い。今日だって夏みたいな暑さだよね。うん、家出てくるときに天気予報見なかったらこうなりました。トレーナー着てきて。季節感間違えた。そう、季節感なくてみんな半袖着てる外。マジ？ちゃんと気温調べてから来ないとね。じゃーん、妹の服に着替えました。服借りました。ちょっともうさすがにトレーナーは暑かったです。ロンティーに着替えました。恐竜、いつも帰ってきたら大体もうなんかソファーの端っこに座ってるんですけど、ずっとソファーの端っこに座るとこうやってみんな来ちゃうの。かわいい。ずっとね、こうやってね、ここにいるんだよね。ねえ、サランはずっと撫でてってね、ずっとお腹をよしよしくってずっとするんだよね。これが実家で何してるんだろうって考えたらこれですね。もうソファーで、ソファーに座ってお犬を撫でるって感じです。
今日の夜ご飯は何ですか？もんじゃです。ママです。もんじゃです。ママがもんじゃのためにキャベツを切ってくれています。久々もんじゃ食べないよね。もんじゃなんて普段、ね、ママはもんじゃの気分らしいです。なんじゃもんじゃ、なんじゃもんじゃ、えキャベツを食べに来たな。探してるんでしょう、キャベツ。めっちゃ探してるキャベツ。でもキャベツ食べれるんだよね。あんま良くないの。あー食べた。食べてるよ。見つけちゃったの。ダメだぞ。全部？決壊しました。すごい。で？いやいいね。もう幸せ。幸せとはもんじゃです。もんじゃの作り方全然分かんなかったけど合ってますか？合ってる？まあ、まあ、まあまあほぼ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 合ってる。え、決壊させるんだもんじゃって。いや、本当は何だよ。させない？決壊させちゃった、うん、じゃあ失敗か。いやでも味に変わりはないから失敗は成功のもと。そうそう、失敗は成功のもとです。え、もう食べれる？まだもっと、あ、もう2つ使えと。え、どうしたらいいの？これ混ぜていいの？もっと明太子とお餅とか買ってくればよかったね、うん、ないよね。お餅ある？絶対お餅入れたら美味しいですよね、もんじゃって。お餅と明太子、餅チーズ明太子とかね。合ってますか？もう食べれますか？もう食べれるのかな。なんかもう食べれそうじゃない？ねえ、そんな気がしてきたよ。ママさんもう食べれるんじゃない？いいですか？そろそろ行っちゃっても。じゃあ私の夜ご飯いただきます。乾杯。コカ・コーラゼロ、いつもコカ・コーラゼロ飲んでいます。ゼロカロリーだし美味しいからです。いただきます。味はいかがでしょうか？なんかうまく取れない。こうやって、こういく？いきます。いただきます。おいしい。おいしい。キャベツおいしい。もうこんなのすぐなくなりますよ。本当に胃袋が大きいのでかけるの忘れていました。え、違う、間違ってる？いやー素晴らしい、美味しいです。とっても、多分すぐなくなります。今日はね、りなちゃんのオカルト話を聞いて寝ます。おやすみなさい。かわいいね。調子どうですか？状態いいね。状態いい ね、状態いいね。なんかちょっと古くない？状態いい。嘘、丸山れいちゃん大好きだから。りなも大好き。状態いいね。かわいい。朝からかわいいですね。眠いんですね、まだね。
ねえ、おねむさんなの。ねむねむですね。かわいい。今は朝の8時です。8時、もうちょっとで9時。ねえ。かわいい。今日も頑張りましょう。何？サランさん、何ですか？抱っこ？抱っこしてほしいの？尻尾かわいいね。抱っこ？抱っこしてほしい。してほしいの。かわいい。朝からかわいい。いい天気です。すごい、カーテンの膨らみ方がすごいね、すごいですね、サランさん。まあ、こんな感じでまったり過ごしましたね。また会えなくなるね。明日からまたいろいろお仕事がたくさんありがたいことにあるので頑張りたいと思います。それでは、じゃあサランさん、この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。バイバイは嫌なの。嫌なの。嫌なの。でも撫でてほしいんだね。バイバイ。